こんにちは、日本商事様です。本日はこちらの「一人娘純米生貯蔵酒というお酒を紹介したいと思います茨城県のお酒ですねスペックはですねアルコールがまず15度から16度未満原材料は米と米麹、いずれも国産精米部合が70%ということですね 危険な予感です。よね。危険なはい。で、飲んだ感想なんですけどね、その予感の通りですね、これはですね、厳しい戦いですね。あの、私がね、本当ちょっと苦手な、こう、キャラメル的な、こう、クリーム的なですね、なんかクリーム感みたいなのが、穀物のなんかこう、うん、乳白色的な、 色の味 <laughs> なんかねこうちょっとねこれはビギナーには厳しいですねうん多分昔ながらのなんだろうななんでこれをですね紹介する意義っていうところがですね、まあ、すおすすめはちょっと、うん、私はちょっとなかなか難しいですけど。 紹介したい意義といえばまあ昔ながらの日本酒が好きな人はきっといいのかもしれないですねまあそもそもこの精米媒70%っていうのがやっぱり今あの今よくこう普通に売られてる中ってねそんな実は見ないですよねやっぱり吟醸とか特別純米がやっぱりすごい多いと思うのでうんまあそうなんですよね精米媒の数字が大きい時は結構嫌な予感はするんですけどね ましてやですね実はあの35回目か36回目の時に同じこの一人娘でですね本醸造ですね本醸造のお酒をいただいていますでその時も厳しかったんだこれがうん今回はまあねあの純米っていうことで、まあ、醸造アルコールのね添加があるかないかっていうだけの話なんですけれども、まあ、今回はねやっぱり今回も厳しかったですねうんちょっと やっぱこれ上のランクを試してみないともうこのお酒は厳しいですってねやっぱり言ってはいけないと思うしまあそもそもこのままでも、はい、あの好きな人はいるでしょうからあのどうっていうことはないんですけどちょっとねビギナーの方はこれは避けないといけないんですよ娘ってついてるからえー、なんかそんなにねあの優しい感じかと思いきやですよやっぱ厳しいこれはうんで、まあちょっとこう地域的にもですね ななんとなく紬美人っていうお酒があるんですけどこれも結構前の動画で紹介してるんですけどこっちはねめちゃくちゃうまかったんですよもう本当に美味しくてうんなんか私の中で少しかぶってしまうところがあってこの一人娘は特にこういう精米部位の筋が大きいものについては要注意ですねあ,あ本当にこれはビギナー殺しだ本当にこれはじいちゃんとか筋金入りの酒飲みじゃないとひょっとしたらうまいうまいとは言ってい うまいうまいと言って飲まないかもしれないですねうん厳しいでもだからこそですね私はちょっとタイミングでですね上のもうちょっと多分まあ吟醸系もあるでしょうからその辺も探し出してですねなんとかあのいいタイミングで試してみたいと思いますはい飲んだ感想まあそんなところですね、うん、まあちょっと本当はねおいしいですよって言って勧められる回ばっかりだったらいいんですけど ちょっと一人娘は私はなかなか今あのやられています、ね、2連敗といったところですかね、まあ、ちょっと70%のお酒で一人娘を語ることはできないと思うので、まあ、もうちょっと、うん、上のランクのものを入手したら、えー、必ず試してみたいと思いますねはい,いやそういったところですね、まあ、お酒の話 さて,おきまあ、さておきとか、まあ、無駄話をして最後終えますけど、今日めちゃくちゃ寒かったですね、今日は当日にこれを撮影してますので、2020年の9月の、今日は何日ですか、24日、24日ですね、めちゃくちゃ寒くてですね、あの今、服、長袖のシャツ着てるんですけどね、カーディガンでも羽織らないと外歩けないですね。皆さんも風邪など、ひかぬようご自愛くださいね。 本日も最後までご覧いただき本当にありがとうございました。また明日よろしくお願いします。